編み出したのが左足リードって言って、下半身を使うのも棒棒で使うんでなく、下半身を使うっていうのは左8、右が2ぐらいで動いてほしいんですよ。分かったもう分かった、スウェーする可能性も出てくるじゃないですか。スウェーっていうのは、うん、だいたいこう膝が割れるとか、まあ、ちょっと突っ込むってことですよね、回った状態で伸びなきゃいけないときに回ってるとスウェーするんですよ。伸ばしてったらスウェーできないし、伸ばしてスウェーしたら絶対骨折れてますよね、ボキって、ってことはスウェーっていう言葉自体足が伸びるの遅いよっていう表現なんですよ。まあ、内容はいろいろ掘り下げていくとめちゃくちゃあるんですよ、あのスタートのあの気持ちよく触れてる感じがベストなんです、そういう人であってほしいって思いながら YouTube 拝見させていただきました、あんまり教えないで、ああそう、あの僕の時は対決があるんです。 YouTube で見てて、はい、あ、ちょっとダメだった時はコメントしてください。後々は OK です。